八月二十日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗卓大学客員教授の西岡むさんです。今週もお付き合いください。えそれでは今週取り上げたニュース振り返っていきます。77回目の終戦の日、高市大臣らが靖国神社を参拝。FBI がトランプ前大統領の自宅を捜索し、複数の機密文書を押収。 中国がアメリカ議員団の台湾訪問について反発。安倍元総理大臣の国葬、ハリス副大統領参列で調整。コロナ時短訴訟、飲食店側控訴取り下げ、違法判決が確定。オリンピック組織委員会の元理事逮捕。アメリカ、新たなインフレ抑制法案が成立。ウクライナのゼレンスキー大統領と国連総長が会談。 野党が閣僚と旧統一協会の関係などについて臨時国会召集の要求書を提出。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。8月17日水曜日に佐々木敏直さんと取り上げたコロナ時短訴訟を飲食店側控訴取り下げ違法判決が確定というニュースです。それでは今週のプレイバック。 コロナ時短訴訟、飲食店側控訴取り下げ、違法判決が確定。新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づいて、営業時間短縮命令を受けた飲食支援、グローバルダイニングが、命令は憲法違反などとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、昨日東京交際であり、閉定後にグローバル社側が控訴を取り下げました。 これで時短命令の違法性を認めた上で同社の請求を棄却した一審の東京地裁の判決が確定したとということです、えー、去年の3月の,まああのもう緊急事態宣言がね終わる頃に出されたちょっとこれ分かりにくい話なんだけど別にグローバルダイニング飲食店が負けたみたいな話ではなくてえこれ、明らかにこの東京都のですね えー、命令が良、まあ、くなかったと、違法だったっていうことを認定した判決だっていうね、グローバルダーリングはこれ以上裁判しても、多分新しい進展なさそうなんで、もうこれで終わりにしますと、はいまあ、要するにお金目的というよりは、東京都の違法性をちゃんとあの認めてほしいっていう裁判だったってことで、それがまあ認められた。 ええということは確定したということでき、ねうんまあの、ね、うの、ん、この第1回の口頭弁論の中で、っと小池都知事に承認、うん、として出てもらって話をしてほしいんだとこういうことを、実、え、首、ー、を求める上申書を提出していたんですけれども、まあ、そんな必要はないと、都側が突っ跳ねたとそうですね、認人,人も採用される見込みも低いというのが、まあうん、取り下げの理由の一つになってるわけですよね。うん、でこれね、結局、まあ、だから、ちゃんと感染対策してれば、営業続けてもいいじゃないか、はい。 グローバルダイニングは言ってたんだけどそれに対して東京都はねなんかいやいやそれじゃいかんのだと。で、まあ、もう 緊急事態宣言が終わる直前になって、はい、その営業時間短縮命令を出したんだけどそれがね大半がグローバルダイリングのお店だったっていうんでまあ多分東京都の方が一× 1 0 0回を狙ってですね狙い撃ちしたんだと思うんだろうけどいやいや感染対策ちゃんとやってれば大丈夫だろうっていうふうにグローバルダイ側ング側は真っ向から反論していたとだ結局ねこれってまあほら海外のね特にあの欧米なんかだとロックダウンやる都市封鎖っていう,ねもう強制的な命令を出してもとにかく外出まかりなら やめろっていうのをやったんだけど日本はあくまでそこはねまあ時短要請とか自粛要請とかねそれに対していや要請だったらね我々は別にそれに対して対抗してですね要請をえ従わないねえ権利もあるだろうっていうふうに言ったんだけどそこはなんかねいや要請だけどそれは従ってもらなきゃ困る っていうのが東京都の立場で、はいうん、いや、それ要請だったんだったら別に強制力ないはずじゃんっていうのがグローバル大義の考え方。うん、で、きっこれってね、もう根幹を言えば、一体、はい、何を根拠にして我々は、 この感染抑止をしてたのかっていうね、法的根拠もあんまりなくてですね、<ー>何とか気がついたらその空気の圧力みたいなね、はいうん、えなんとなくよあの自粛しなきゃみたいなところに追い込まれて、で飲食店の側から見るとね、はい、そんななんかよくわからん空気の圧力だけで店つ、ね、営業停止されたらたまらんよね。 っていうのがあったんだけど、うん、こっちは食わなきゃいけないんだよと。とそこの根拠はよくわかんないままここまで来てしまった。まあ、だから、これがね、良かったのかどうなのか。なかなか難しいところですよね。えー だこれ、あのね、原告のグローバルダイニング側は、あの、この、い、憲法違反の部分を争点にもしていて、え、営業の自由というものが、まあ、憲法解釈上あるだろうということで、で、ここの部分はどうしてくれるんだという、で、結局この判決部を見ると、憲法判断までは踏み込まなかったですね。踏み込まなかったですよね。本当はそこまで踏み込んで、 じゃあ次にもしね、感染、まあ、ね、パンデミックみたいなのが別の病気で起きたときに、一体どうやって日本はね、対応するのかってとこまで本当は議論しなきゃいけないと思うんですよ。だからそれをじゃあ、ね、 憲法論議しないでそれをやり過ごせるかってそれはできないわけでやっぱり憲法論議までしなきゃいけないと思うんだけどなんかねこう全体に国を挙げてそこを回避してる感じっていうのがあってですねそれは政府の側だけじゃなくてね東京とか政府の側だけじゃなくて国民の側もあるいはいろんな人も含めてってことなんですけどなんかなーなーで済ませてるってこれ <laughs> これね一方でまあ生存権であったりとかというのもも,もちろん憲法上で認められているまあ基本的 人権の部分であるから結局、憲法上の権利と憲法上の権利がぶつかるときに、それをどう調整すると。うん、そうなんですよね。うん、だから結局、これってまさに政治だと思うんですよ。だからうん 感染抑制か、感染防止か、それとも経済を動かすのかっていうね、これが二者択一じゃないわけですどっちもやんなきゃいけない。経済も動かさなきゃいけないし、感染も抑えなきゃいけないので、そそのバランスをねどのぐらいのところで取るのかと、ゼロか100かじゃないわけですよね。そのバランスをどう取るかってことを議論し、それを政治的な実行力で、じゃあこの辺のバランスにしましょうっていうのを、信頼されて政治家が決めるぐらいなところがまあ理想的な部 政治だと思うんですよ。でゼロから百かっていうかね答えがはっきりしてるものを決めるんだったら、はい、そんなもの別に政治家なんかいらないわけで、AI かなんかにやらせりゃいいわけですよね。でもやっぱり答えがないとだからゼロから百の間で。 感染とじゃあ、70対30にするのか、うんうん、60対40にするのか、あるいは50対50にするのかって、そこをね、決めるってところをね、きちんと議論しなきゃいけないし、うん、そこを判断する能力を、多分社会にとっては求められてると思うんだけど、なんかね、やっぱり日本ってほら、ゼロリスク的な進行があったりするんで、どっちかに極端に触れようとするっていうね、ここはなかなかね、議論になりにくいですよね、いつもいつもね。でしかもそれが局面局面面で変化する とであのウイルスが今、全く分からない状態だったら、じゃあ、安全サイド振らなきゃならないし、うんで、ところがウイルスが分かってきました、でえー、でさらに進めれば、ワクチンが出ましたとか、特薬出ましたとか、でえー、また変異しちゃって危なくなりましたとか、どんどん物差しの、ね、右左がそうなんですよね、だからそれこそコロナの最初の頃ね、まだワクチンがなかった時代には、はい、もう感染抑止に一斉に振り切るしかなかったと、もうほっときゃどんどん人が死ぬっていう、ねうん、だから海外ではロックダウンまで行ったんですよね。 ワクチンも有効性が明らかになって、えー、なおかつ、まあ、オミクロンの今の BA.5 に関してもオミクロン対応ワクチンというのが。 ついに、ね、今度出てくるわけで,うでそうすると、まあ、ある程度ワクチンちゃんとやってれば経済動かせるよねって話にまでなってきてるわけだから、はいまあ、その都度その都度すごい細かく有料動くわけですよね。ところが、ね、ここわかんない人はねなんか前と言ってることが違うじゃないかって怒り出してるんですけど前と言ってることが違うのは当然で状況もね医学もどんどん変わってるんだからっていううにお医者さんたちは散々説明してるんだけどなかなか分かってもらえないっていうね。はいう でそこのコミュニケーションとかも結局、断絶しちゃったってそうなんですよねで、うんまあ、みんなイライラしてるもんだから、うん、もう医療関係者に、ね、もう罵声をぶつけて、うん、なんかそれでご,ごまかすみたいな感じになっちゃってますよね。うんうん えー、新型コロナへのね、えー、対応について、うん、まあ,あ、経済か、あるいは感染の抑止かというところで、うん、まあ、そのね、えー、バランスをどう見極めていくか、まあ、まさに政治の役割であるそうですね。ただまあ、もう3年近く、2年半ぐらい経ってですね、はい、だん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 見えてきたものもあって、 とりあえずやっぱり一番大きかったのはワクチン、うんはい、これだけ広がった結果、ワクチン接種、まあ今だと3回もしくは4回ですけど、あ、えー、とそんなに重症化はしない、なくならないと。だから現状でその経済か感染防止かっていう、はい、両側に振り切れる必要はあんまりなくて、うん、感染防止しながら、 経済を回すことは十分可能だという共有認識ができているそれは何かというと一つはワクチンをきちんと打つことであり、えー、もう一つはまあマスクはちゃんとしましょうっていうこの二つかなとそこさえ守っていれば前ほど、まあ、これね3密をどこまで はい。許容するのかっていうのは結構難しいところで、それこそイベントとかどうするんだとかね。あと、まあ、先場ほら、泡踊りとか始まって、そうですね、みんなマスクしないで踊ってますけど、あれもね、まあどうなのかっていう議論も結構あるんだけど、まあでも、そのワクチンマスクだけちゃんとやってる、ある程度緩めても大丈夫だよねっていう議論にはなってきてる。ただ一方でね、うん なんだろうな今の沖縄なんかそうですけど、はい、ものすごい感染爆発状態で、えー、今朝ニュース見てたら、うん、もう病床使用率が100%突破って、突破って何なんだっていうね。もう全く怪我しても何しても、急病でも、えー、病院には入院できない状況になってしまってると。うんうん、で、なおかつその、ほとんどが大半病床使用してるのが観光客。 っていうね。<ー>東京とか、その、本州から行ってるね。で、まあ、PCR 検査して熱出して、で、うん、これで結果が出たらもう沖縄から戻れないっていう状況になりそうな人がみんなね、怖いんで飛行機乗って帰ってきてるっていうね。う飛行機なんかものすごい状況になってるんじゃないかと思うんですけど、だから、まあ、これ沖縄だけじゃなくて東京とかね。はい。 本州も同じでもうどこも病床がかなりいっぱいでですねで発熱外来もかなりね長蛇の列になっちゃってると、はい、でこれをどうやって抑えるのかっていうのが結構次の課題になってきてんじゃないかなっていう,う重症化して死ぬ人は少ないんだけどもう病院が麻痺してる えー、この状況なわけですよね。えー、うん。まあね、で、ここでよく言われるのが、あの大半が軽症の方だと。ただあの、軽症だと言ってもこう、お医者さんの言う軽症っていうのは、我々のイメージとはちょっと違っていて、酸素吸入の必要がなければ、これは軽症なんだと。まあそうすると、対症療法でお薬で治していかなきゃいけないけれども、やっぱそこで症状がきつくなってくると、入院させてくれっていうふうに、そうですよね。この入院させてくれるの,の,の判断が難しいところだと思うんですよね。はい、あの 聞いてるとね、ねだから、まあ、要するに自宅療養うとにかくするしかないと要するにもうべての検査をきちんと行ってちょうどほらあの全数検査を、ねはい、やるかどうかってことを見直しての政府が言い出しているわけなんですけれど、えー、今までは、ね、PCR とか、ねはい、えやっても全数検査してとにかく全員を特定しようというやり方ししたんだけどもちょっとそれやると発熱外来を前しちゃって回らないと。う ねえ、判断して、熱が出たらお家で寝ててくださいと。うんえー、で、まあ実際に病院に仮に発熱外来行ったとしても出せる薬はロキソニンとか入る。熱冷ましとね熱冷ましか出ないので、うん、家での、市販の薬飲んでるとあんま変わらないから、家で寝てくれて。 っていう話なんですよ。ただ、見てると今のオびビクロの BA.5 って、喉の痛みとか半端ないらしいですよ、ね。ナイフで切り裂かれるぐらいに痛いみたいなのをよくみんな報告してると。うそうすると、家で寝ててね、そんなに喉がね、切り裂かれるに痛い状況で、熱も40度近く出て、自分でこれがまだ家で寝てていいのかどうか、判断できるかどうかって、これわかんないですよね、そんなものねで。そうするとどうしてもじゃあ救急車呼ぼうかって話になっちゃう。でもそうすると救急車は、 行っても来てもらえない、はい、え来てもらっても入る病院がないっていうね、うまあそういうこう我に状況になっちゃってるのかなと。だここをねどうやってその ね、病院あの、お医者さんが判断しているような判断をえ自宅療養している人ができるようにするのかっていうのはちょっと次の課題になってきてるのかいなって感じはしますけどね。うん。まあ、本当ね、症状が軽ければ、あの、解熱鎮痛剤を飲んで、うんえ、家で寝ているって、まさに私そうだったんですけど、うん、それで十分に回復してくる病気でもあるという、うん、人によってだいぶ症状は違うみたいですしね、すねこれね。 まあただね、あの全数を検査するであるとか、ね、うん、無症状の方まであぶり出して、みんな自宅待機みたいなことって、それじゃ社会全くないじゃないかっていうのは、うようやくそういう議論になってきましたねまあ会社が、ね、なんか休むんだらコロナの,あの証明書もらってこいんだって言ってる会社もあるみたいなまで、うん、まあそういうのはやめましょうって話ですね、その辺もね、マイハーシスっていうシステムの中で、うん、え実は証明書も出せるんだという話があるんですが、なかなかその辺がまだ浸透していないというとことですね。 ってですね。国税に引き渡して自分で検査してで自分でマイハッシュにこう、うん、登,録登録してそれで証明書をそこの場でウェブで出してもらってそれを会社に渡すぐらいな方な仕組みにした方がいいんじゃないかなと、はい、東京都は今そっちの方向にやろうとしてます、ね。うんこの後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介していきます。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。 日本放送アナウンサーの新儀を一課がお送りしています。OK、コージーアップ、週末増刊号。今週、来週は3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージをお受けしております。お仕事、ご家庭、それぞれの地域、それぞれの場所、立場でコロナについて感じること、コロナに関する具体的なエピソードや体験など、あのメッセージを紹介しています。ここでも、えー、何通かメールをご紹介したいと思います、えー。まずはですね、こちらは、 相模原市にお住まいの女性の方からいただいたメールですね。コロナの影響で地区の行事もなくなり、自治会で回す回覧板もそっと玄関先に置いておく。手渡しではなくなりました。それぞれが気を使ってできるだけ接触を控えた結果ではありますが、お隣の方でさえ会話をすることが減りました。お互いのことを思い合ってのことですが、寂しい感じがしますといただきました。 そうなんですよね。こう、お互い良かれと思っていることではあるんですけれど、こう、人付き合いが減ってしまったというのも、このコロナでありますよね。これ私の友人の話になりますけれども、会社からあまりこう、土日よい友達と出歩かないでほしいといった話があって、なかなかちょっと出かけるの難しいんだよね、という話もあったりしまして、なかなかその楽しいことを、 友達と共有できなくなったりとか、あとはね、それこそ地区の行事もなくなってとなると本当に、 ねえ、活気がなくなってくるな、寂しいなという気持ちになりますよね。こちらはですね、えー、江東区にお住まいのこちらも女性の方からですね、私も飯田さんと同様コロナかかりました。味覚障害の後遺症に3週間かかりました。味がしない、美味しくない、料理してもまずい、やっと治ったところです。コーヒーの味すらわからないんです。お風呂に入ってもシャンプーの匂いしないんですよ。ほんと参りました。人によって様々ですね、と。えー、3年目の夏、私とコロナというテーマで、 え、メッセージをたくさんいただいております。本当にありがとうございます。え、そしてですね、8月17日水曜日のオープニングで、そんな中、このメールを紹介しました。お聞きください。 コロナの夏ということでですね、あの、いろいろメールやツイッターもいただいてるんですが、まあその中で、ああ、ここはまだ日曜が戻ってこないのかというのが、ほどがやの幸子さん49歳の方、中3の娘がいるんですと、吹奏楽部に所属していて、この夏最後のコンクールに挑戦するため、血の滲むような練習をしてました。ところが、前日に、コンクール前日に、コロナなどで体調不良の生徒が多数出たので、校長先生の判断で今回のコンクールは出場辞退します。えー 仕事中だった私は昼休み娘から電話を受けて知りショックでした。もちろん娘は大泣きですと。 え、小学校の頃からね、学校のマーチングバンドに入って、楽器というね、特技ができてと、え、中学でも吹奏楽部で頑張るというふうに言っていて、もう、本当に努力を重ねてきたのを間近で見ていて、その最後のコンクールだったんです。え、親としてかける言葉も見つからないまま娘の話を聞いて一緒に泣きました。コロナでこんな思いしてる人たくさんたくさんいるんだと思います。みんなの思いが少しでも行き場ができてくれたらなぁと思うんですよね、と。 うーん、本当にね、こういう話を聞くと切ないし、こういう話がね、なんかあの子供さんに偏ってるんじゃないかな、という気がしてならないんだよね。んなんかこう埋め合わせることができないかなっていうのは、まあそれこそ、ね、えー、感染が落ち着いたらなのかどうなのかというところですけれども、ね、こういうところに知恵を絞っていきたいよね。 こちらのメールをご紹介したところ、横浜市立保土ヶ谷中学校吹奏楽部の顧問の山田先生から番組宛にご連絡をいただきました。えー、その内容もお伝えしますね、えー。生徒たちは大会に向けて猛練習をしてきました。それがコロナにより出場できなくなり非常に落ち込んでいます、えー。生徒の皆さんは番組で横浜市立保土ヶ谷中学校吹奏楽部へのエールに大変励まされたと、えー、いただきました。 大会には出場できなくなりましたが、8月27日に練習用に予約してあったホールでサマーコンサートとしてですね、関係者を集めたコンサートを行うそうです。現在このサマーコンサートに向けて練習真っ只中ということなんですね。タウンニュースほどがや版に掲載されている記事によりますと、ほどがや中学校の吹奏楽部によるサマーコンサートは8月27日土曜日、海老名市文化会館大ホールで午後2時30分 1分開演、入場無料とのことです。当日はえ、セドナ、弾む心のマーチ、山形ファンタジー、えジェネシス、地下劇、コウモリセレクションなど、1時間にわたって演奏する予定とのことです。 このメールをですね、飯田さんが読んでいるのを聞いていたとき、本当に胸が締め付けられました。私も吹奏楽部に中学校の頃所属していまして、あの、コンクールは一つのやっぱり目標でしたね。まあ、コンクールに臨むにあたって、まあ、いろんなことをするんですよね。どの曲で出場しようかって曲をみんなで選んで、 で、その曲をこう、より理解をしていくために、同じ作曲家の別の曲を聴いたりですとか、いろんな映像を見てみたり、パートで、まあ先輩後輩みんなで一緒に放課後練習をして、まあ大変なこともたくさんあるんですけれど、こう、合奏を通して、ああ、またうまくなったかもしれない、あ、曲が仕上がってきたかもしれないって実感することで大きな自信になっていきますし、 コンクールに向かって練習をしていくその中でその部の絆が深まっていくというかこう結束力が強まっていく感じというのを私も実感していました。サマーコンサートという形でお客様の前で披露されるということで今この瞬間このメンバーで部員みんなで演奏するこう楽しさであったりとか喜びというのをたくさん感じてほしいなというふうに思いました。 演奏する曲目も,も全て本当に素敵ですよね。ね、セドナは爽やかでエネルギッシュでワクワクする曲ですし、期間劇コウモリセレクションは私もあの先輩の引退の時にあの演奏した思い出があります。本当に楽しんで来てください。頑張ってください。心から応援しています。 番組では3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージを募集しております。懸命にコロナと夏とお書き添いの上、メール、もしくは番組ホームページのメッセージフォームからご意見、エピソードをお寄せください。お待ちしております。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。8月22日月曜日、米韓合同演習。第104回全国高校野球選手権大会決勝。 8月23日火曜日、定例閣議。8月24日水曜日、ロシアのウクライナ侵略から半年。東京都パラリンピック記念イベント開催。8月25日木曜日、アメリカの4月から6月期の GDP 改定値発表。沖縄県知事選告示。安倍元総理の四十九日。8月26日金曜日、定例閣議。 小池知事定例会見。8月27日土曜日、日本維新の会が臨時党大会新代表を選出。続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。8月22日月曜日、筑波大学教授の東野厚子さん。23日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。24日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。25日木曜日、 慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋元博さん。26日金曜日内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香織さんと麗卓大学客員教授の西岡務さんです。 オッケーコージーアップ週末増刊号ジャーナリストの有本香里ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は公益財団法人 モラロジー道徳教育財団教授で冷卓大学客員教授の西岡努さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回は同じ朝鮮半島でも南の方の韓国をテーマにお話を伺っていきたいと思います、はい、ここまでお話を伺った北朝鮮の拉致問題と同様韓国との間でもまあ安倍元総理の功績というのは非常に大きなものだったというふうに思うんですが まあ何といっても歴史認識問題慰安婦問題、はいうん、そしてあの戦時労働者問題について安倍総理の功績が大きいですよね。はい、そうですね私も過去の安倍さんが政治家としていろいろやってこられたことを、うんおまあ、この2年ぐらいですけれども掘り起こしたりですねあの安倍元総理にもいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、1997年に、うん。 ちょうどあの、西岡さんがスクール会をお作りになった頃にですね、うんうん、日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会というのを作って、うんうん、そしてあらゆる方に、うん、この日本の歴史認識おかしいんじゃないかという問題意識のもとに、いろんな方に話を聞いて、うん、一冊分厚い本をまとめてらっしゃるんですよ、ね。あ、そう、広々しね。ええー。私あの、あの、その中に私も入ってるんですよ。はい、あの、入ってました。はい。で、も西岡さんから、それこそ加藤浩一さんからね、うん、あの、河野談話の河野洋平さんからも、 あありとあらゆる方に話を聞い礼の吉見教授も、ねはい、そうです、吉見教授も。うん、であれ、あれを読みますとね、うんまあ、今だったらこれはなんとなく分かるんですけど、うん、97年の空気の中で、うん、若手議員たちがこれをやったとっいうのも、大変勇気のある行動だったなというふうに、今振り返るんですが、うんいやまあそこにいる、うあれ、中川正一会長で、江藤誠一幹事長で、安倍晋三事務局長,、うん務局長。はい あで、あれが、うん、あそこにいた,いた人たちが第一次政権の中枢に入り、ね、第二次政権の中枢に入るんですね。えー、今、あの、第一次政権が終わった後、中川さんが作った新保守研究会、えー、中川翔一さんが、まあ、亡くなられてね、その後安倍さんが引き継いで、創選、うん、日本って言いうのを作りましたよね。うんはい、派閥相談型の勉強会。えー、そこのメンバーと重なってるんですよね。えー、その人たちが実はね、慰安婦問題の朝日新聞の 熱造報道と戦ってきた人そうですね。そして慰安婦、拉致問題で私たちと一緒に戦ってくれた人とほとんど重なってるんですね。うん、それを97年のあの空気の中でというのは、本当に大変な勇気だったなと思うんですね。うん、で、この、まあ、国際社会に、うん、まあ90年代にですね、まあ、特にその河野談話、うん、あ等々があって、この慰安婦問題の嘘というのが、うん、まあ大きくルフされてしまった。うん で、まあそこからちょっと時間が飛んでですね、第二次安倍政権で、うんうん、あの、パククネ政権との間で慰安婦合意というのをまとめるわけですけど、うんうん、まあこの慰安婦合意については、ちょっといろんな異論も、うん、私も含めてですね、うんうん、ある部分はあるんですけど、この間の安倍さんのこの、まあ歴史問題への戦いですね、その中で、えー、やはり西岡さんが特に印象に残ってらっしゃること。 まあこれはやっぱり朝日新聞が2014年にヤンフォードの検証を出したことですよね、うん、認めましたもんねだから今97年は完全に我々少数派だったわけですねうんうんそうですねあの。 日本軍による強制連行が事実で、制度例にさせられた朝鮮女性は20万人いた。はい、そういう定説だったわけですね、はい。そういう嘘の方がむしろ本流であるかのように当時は思われていましたからね、ねうん、日本社会でそ。それがですね、あの、朝日新聞の2014年の検証記事の冒頭に見るとね、<laughs> 朝日が捏造したということが、はい、あネットで広まっていると。うん、私たちは捏造してないと。だから検証すると書いてあるんです、うんえー、でもまあ、ネット社会になって、うん、朝日新聞 部分が吉田政事という嘘つきを大々的に使って強制連行があったと言ったと、えー、あるいは元慰安婦の金額仁さんという人が出てきた時、この人が女子挺身隊として強制連行されたと嘘を書いたと、うん、それが問題なんだと、はい、私もそれずっと実は1992年からずっと言ってるんですが、えー、そのことをあの安倍さんは政治家としてね、うん、あの公然と発言するんですね。そうですね。えー、あの第二次政権ができる直前の。うん 報酬討論会。そうです。あのテレビ入ってるところでね。言いましたもんね。朝日の記者が慰安婦問題について安倍さんの見解をって言ったら。あんたのところ新聞が嘘つきの牛田を使って広めたのは慰安婦問題でしょって。言ったんですよね。いや、僕はもう、さすが政治家っていうのはすごいなと。政治家って普通ね、自分の選挙区に朝日の読者もいるんですよ。そうですね。はい。その人たちを敵に回したくないと思っちゃうんですよね。だから、私たち一対一で話していることと、本でいうことで。 とるんんですけど安倍さはそうですね。で、あの、第二次政権で、あの、政権を取り返す前の安倍さんっていうのは、本当にその戦闘姿勢が鮮明だった、まあ、そういう印象がありますし、ただ、あの、最近ですね、亡くなる、まあ、この数ヶ月前後ですね、いろんな集会やなんかで、まあ、ご一緒したりして、最近の安倍さんの持ちネタだったのは、私は、 当選2期目の時から朝日新聞に批判をされていました。それでも総理大臣になれたんだから、<laughs> 萎縮するなと若手議員たちに言っていますということを随分おっしゃってたんですよね。ですから、まあ、特にこの韓国との問題、歴史問題、これについては本当に朝日新聞を中心に安倍さんに対する攻撃はひどかったなというふうに思います。ただ、あの、まあ、この、 朝日がまあ自分たちの一種の捏造ですねそれを認めたというのが2014年、うん、その翌年に慰安婦合意というのがあったんですけれど岸田総理が外務大臣の時です、うん、これは西岡さんはどういうふうに評価されましたか重、まああのー、億円を出すということと総理の謝罪ですけれども総理の謝罪は今,今までの総理がやってきたと同じで、えー、あの今の価値観から見れば、うん あの、貧困の結果、はい、慰安婦として日本の戦争に協力してくれた女性に対して同情するというレベルの謝罪ですから、はい、まあ、表現は、今までの総理の表現を使ってますけども、うん、あの、強制連行を認めたとかそういうことではないと、うん、そして、重要件についてはね、まあ、本当はもうちょっと金額少なかったんだけど、最後政治的に積み上げたんですけども、うん、実はこの大臣はあの後、アジア女性基金というのができたんですが、はい、その後もね、うん、公費で、元慰安婦の人たちの医療 支援とととかかやってたんですよ、うん、で毎年何,何千万円とかねそういういことだったんですねるだから未来にかけて出すもを出すから3億円ぐらいとかいう話だったんですけど、うん、まあパック韓国側が全め入ってくれって言ったんでそれは出したんですけどそれもつまりあの日本の戦争に協力していた,いた女性が生活苦労してるんだな、はいうん、生活支援しましょうということでね ギリギリの線を私は守っていると思ったんですが、うん、一番心配したのは、国際社会で総合批判をやめるという書かれたと,、えー、と,ところで、はいえー、しかし安倍さんは、やっぱり、あのー、そこはね、分かっていて、うん、あの2016年の1月に参議院の予算委員会で、歴史的な答弁してんですね。うん、慰安婦問題で国際社会に事実に反する誹謗中傷が広がっている。うんえー それえー、20万人性奴隷強制連行は間違いだと、うん、それについて政府として対処すると言ったんですうん、うん、でその後あの杉山あ外務審議官の,、はい、あの国連の女,、えー、女性差別委員会で発言につながるんです、はいえー、で今外務省のホームページに、うん、強制連行性奴隷20万人は間違いだと書いてあるんです、はい、僕らはもそれを言え,言えっとずっと言ってきたんでうん、うん、あの 慰安婦合意の後も、うん、嘘についての反論はやると、うん、それは韓国批判じゃないとえそうです、ね、韓国批判でを訂正するわけですからね。ということで、うん、あの歴代の政権がですねただ謝るということだけやってきた。 今の価値観から見れば、その親の借金を娘にかぶせるっていうのはね、人権侵害ですよ。だけど、当時はそれが合法だったんで、うん、日本女性もそういう人たちいたんですからね。えー、だから、今の価値観で、えー、そういうことは繰り返してならないということは言うけれども、当時は合法だった日本は戦争犯罪、国家としての戦争犯罪を犯してないと。はい いうことも両方言うと。うん、いうことに政府の政策を変えたのは安倍さんですから、うん、僕は、あの、大きく見て、安保合意、その後の安倍答弁と一緒に見ると、評価できるというふうに思ってます。うんうん、あの、まあ、本当にこの韓国との問題っていうのは、うん、まあ、韓国側をね、の対応を見てると、私たちは本当に厄介だなと思うんですが、うんうん、この、まあ、朝鮮半島の専門家でもいらっしゃる西岡さんから見て、安倍さんのこの外交姿勢っていうんですかね、うんうん これはどういうふうに評価されますか、まあ、今回、安倍さんが亡くなってですね、うん、まあ、図らずもと言ったらいいんでしょうか、これだけ国際社会からもう真摯な弔意が示されるというのは、ちょっと私たち日本国民も、あるいは安倍さんを支持しているという人間たちの間でも、ちょっと意外だったと思うんですよね。だからこの、まあ、外交を、まあ、責任者である、リーダー、うん、うんうん その安倍さんというのはどういうふうに評価されますか安倍さん、まあ地球儀を俯瞰する外交的なですはい。それは、あの、私、安倍総理、第一次政権の時ですね、はい。訪中を終えて帰ってきた。あの、就任、第一次政権で就任してすぐに中国に行きましたね。世界の国はね、同盟国がある、友好国がある、そしてね、えっと、五景国がある、そして敵対国があると。こう見るんだと。で。 中国国はなんだつまり利害があるから付き合ってるとただし外務省は戦略的って言葉は使いたかったから戦略的互恵関係だと言ったんだとつまり世界をそう見てね今中国が互恵国から敵対国に下がりつつあるわけですよね。韓国は友好国なんだけど互恵国として敵対国の側につくのかっていうことになってるとそういうふうに見た上で全体主義国。 人権を弾圧する国は敵対国だというふうに見て。うんうん、あの日本の、日本として日本を主張するだけではなくて。うん、世界の自由民主主義をどう広げるかという意思を持ってたんですね。うんうん、韓国のメディアで安倍さんがインタビューを受けたのは総理としてはですね。月刊朝鮮だけなんです、うん、私がつ、あの月刊朝鮮の元編集長の張学長さんを連れてったんですけど。はい、そこでですね。 あのえー、北朝鮮の人権問題について強,強く同情していると、えー、日本人拉致だけじゃなくて、北朝鮮の人たちもひどい人権侵害されていると、うんうん、韓国による自由民主主義の統一を支持すると言ったんですね、うんうん、あるいはあのー、ウイグルの人たちとかね、はいあのー、南モンゴルの人たちとか、 中国共産党の人権侵害の被害者たちを本当に同情してましたよね。うん、そあのやっぱり普遍的な価値観があったんですね。日本の戦前も普遍的価値観に配していなかった。だから日本を復権させる。うん ということであって、うん、不縁的価値観自体を否定するわけじゃないわけで、うんうん、だから世界中の人たちがね、安倍さんは今中国という、そしてロシアという全体主義、傍聴主義勢力が世界の道を指そうとしてるけど、うん、安倍総理の外交は、うん、つまり友好国があって、うん、同盟国があって、母系、うん、国があって、敵対国がある、その敵対国っていうのは派遣主義の侵略国家なんだという、うんえーうん ふうに、ん、振る舞ったので、うん、世界の全体主義国家と戦ってる人たちは安倍は味方だと。うんうんうん 価値観外交とよく言われるものですね、そういう中において、まあ、韓国との関係も考える、うん、つまり日韓の特有の問題だけではなくて、うんあの、世界の中で価値観外交を実現していく、その中で韓国は今こういう状況だけではあなたたちいいんですか、うん、と、うこういう問いかけができる政治家だったっていうことですねあるそのアメリカの政治専門家がね。うんうん 日本の政治家には珍しくイデオロギーのある政治家だったっていうふうに、うんうん、まあそんなこと言われるのもちょっと日本の正解もどうかなと思うんですけど、本当にそういう意味では思想と価値観を持った政治家だったって言えるんでしょうか。まあだから、あの、これは、横田めぐみさんのご両親が産経新聞の正論大賞を取った時のですね、はいうん、受賞式の時に安倍さんも来てくれたんですけども、早紀江さんがやっぱり世の中には悪があるんだと。うん、13歳の少女を触っていくってのは悪じゃないですか。はい その悪に対して戦ってくれたのは安倍さんだったというような挨拶をしたんですけどもやっぱりあのバランスボーパワーだけじゃなくてですね、うんはい、やっぱりあの13歳の少女を育っていくような国家は悪だと、うん、その国が自国民を300万人を餓死させてるとそれは悪だという立場が明確にあったわけですね、はいうん、だからそれが安倍さんの普遍的価値観が世界に広がっていったんだというふうに思いますよね、うん、あの思い出すんですけどねまだ安倍さんが副長官の時にね たんです。えー、これを読んだんですね。はい、で簡単に成立をとしたんですね。福田官房長官ダメだって言ったんです。はあ。 日本には拉致問題あるけどね、韓国の拉致までを広げると北朝鮮を刺激するとかそういうことだったと思うんですけど、<laughs> でも安倍さんはね、今そこで喧嘩したんですけど、<laughs> 副長官ですから従わなくちゃいけないから、はい、衆議院議員安倍晋三として会うって言ってね、議員会館に来てくださいと言って、韓国の家族に会ってくれました。その後も、えー、あの総理になった後はね、えー、我々世界中に行って拉致を家族見つけてきたんですけども、あのー、 ルーマニアの家族とかね、タイの家族とか、うん、あるいはアメリカの疑わしい人とか来たらずっと会ってくれましたよね。それは日本人拉致だけが憎いんではなくて、てえー、家族から無理やり家族を引き離すというテロは許しちゃならない。そして日本国民を守る責任は第一に日本政府になると。うんあると という主権と人権両方を考えていた。そういう政治家だから、人権という観点で本当に安倍は本気だということが伝わって世界の評価が高かったんじゃないかと私は思っています。なるほど。今月は公益財団法人、モラロージー道徳教育財団教授で、麗卓大学客員教授の西岡務さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 コージーアップ週末増刊号。 と一緒に作るニュース番組、日本放送飯田康次の OK コージアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りします。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。さあそしてここで番組からのお知らせです。8月29日月曜日からの1週間、コージは特別企画です。タイトルは「激論200%コージダブルコメンテーターウィーク」。 え今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場となります。初日8月29日月曜日、ジャーナリスト須田新一郎さんと評論家の宮崎哲也さん。20日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。青山学院大学客員教授でジャーナリストの峯村健二さん。 31日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん。 9月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員片岡剛志さん番組初登場です最終日9月2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員平正明さんですまさに本当に激アツな1週間となること間違いなしだと思います えそしてですね、毎年恒例の豪華プレゼントもご用意しております。千葉の美味しいお米、コージー米大放出です。ぜひ、8月29日からの1週間、お聴きください。OK、コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。